ちなみに今日はこんな出だしを、はいはい、変えられることは変える努力をしましょう、うんうんうん、変えられないことはそのまま受け入れましょう、うん、起きてしまったことを嘆くよりも、うん、これからできることをみんなで一緒に考えましょう、うんうんうん、もしもしで、はい、始まるのが、うん、テレフォン人生相談、はい、好き好き嫌い あんまり触れたことがない触れたことがない。ああ、なるほど、はい、よくあの営業っていうか、はい、よく車で外を走ってる時は、うん、ちょっと12時ちょっと前の、はい、こちらで言うと、CBC ラジオ、うんうん、まあ東京でいうと TBS ラジオなんですかね、うん、で、うん、いや AM を聞いてると、はい、この出だし、うん、あの加藤泰造さん、うん、テレフォン人生相談で長らく、はい、この相談を受ける係を務めた、うんうん、社会学者で早稲田大学の名誉教授ですと、はい、でテレフォン人生相談のパーソナリティ、うんうん、でこの名言で始まるんですけどね、はい、で最近、うん、二等兵、はい、なんかこの場は交流の場ですなんて言いながら、はい、ヤフー知恵袋の相談に答え、はい、なんかベストアンサー賞を取りましたとかってやってるんですけど、はい、やっぱりそれを続けるには、うん、この加藤泰造さんのね、うん、イズム、はいはい、うん、を学ばねば、うん、学ばねばいけないと思って、うん、本を買い、うん、最近あの YouTube にも、はい、これが何て言うんだろう、合法的なものかどうかはちょっと確認はできてない、分かってないんですけども、うん、なんかその名作みたいな、名作集みたいな感じで、うんうん、テレフォン人生相談のやつが上がってるんですね、うんうん、まあ、公式じゃないと合法ではないですよね多分。あ、じゃあもしかしたら、うん、僕は聞いちゃいけないものを聞いてるかもしれない可能性はあるんですが、うん、まあ上がってしまってるので聞いてしまっているところではあるんですが、うんうん、やっぱりあのいろいろ、はい、いろいろあるんですね世の中には。世の中にはいろんな悩みがあり、うんうん、ただまあ多くがやっぱ男女関係、あ、うんうん、男女関係いつも時代の事件は、うん、男と女の噂なんて、うん、プリンセスプリンセスが歌ってますがはい、はい、あのか相続問題、相続問題、金か、だいたい相続問題の時は、うん、ゲストで弁護士さんが来ている、はいはいはい、でこの男女関係の時は作家さんが来ている、うん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 、であとはなんか生きづらい、うん、みたいな時はこの加藤泰造さんが、はいはい、こんなようなことを、はい、変えられることは変える努力をする、うん、変えられないものは受け入れる努力をしましょうと、うん、で起きてしまったことを嘆くよりもこれからできることをみんなで一緒に考えましょうと、うん、みんなで一緒に考えましょうと思ってますと。でなんかこの生きづらさの正体、うん、今日このタイトルにしたのは昨日のライブで、はい、うん、なんかその僕がその心屋仁之助さんの初級講座っていうのに行ったことがありますよ、はいはいはい、結構あのまあまあ当時10年ぐらい前なんですけど、うん、半日で2万ぐらいしたのかな、うん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 、で多分その時は若干立ち直りつつはあったが、うん、まだその悩んでる時期、はい、でその心屋仁之助さんの本をめちゃめちゃ読んでる時だったんですね、うんうんうん、にそれに行きやっぱり来てる人たちも、うん、心屋仁之助さんのところで、うん、あの資格を取りたい、うんうん、っていう人たちがいるのと同時に、うんうん、あの僕なんかよりもっとつらそうな人、うん、はいはいはい、もう生きるのが無理ですみたいな、うんうん、もうなんとかして、うん、っていうぐらいの勢いで来てる人たちが、うん、まあ、半々ぐらいでいたのかなっていう僕の中の感覚、うんうん、大体まだその時あのコロナ禍ではないので、うん、50人ぐらい、うん、だからなんかその1人2万で100万かとか思いながら、うんうん、すげえな、まあ、半日で100万か、うん、と思いながらそれを受けてたんですけど、うん、まあ、やっぱり本当に生きづらそうな人たちがいる、うん、なんか、うん、その私も若干そういうのがあって心屋仁之助さんの本を読んでいる、うん、でそこからちょっと立ち直ったきっかけというのが明確に覚えているんですけど、うん、あの心屋仁之助さんの本を読んでいるときに、うん、本当にあなたは辛いですね、うん、生きづらいですね、うん、わかります、うん、っていうのがやっぱその本何冊かには何回も出てくるんですね、うん、
何回も何回も出てくるんです、うん、っていうのを読んでるときに、うん、いや違うと、うん、俺は辛くないと、うん、あれそうか、俺こんなに辛かったっけって思ったんですね、うん、っていうのを、うん、昨日のライブで心谷仁之助さんの初級講座に行ったことがあるんですよ、うん、って話をしているときに、うん、思い出した思い出した、はいはい、で、うん、そのウェブとかで、うん、その HSP 診断講座とかあるし、はいはい、その繊細さんみたいな本も出て、うん、ベストセラーですとかってなってるじゃないですか、はいはい、掘ってねえかと思ったんですね、うん、いや掘ってるっていうのはなんか それになりにいってる、うん、いや僕も、うん、心谷仁之助さんの本を読んでるときは、うん、間違いなく、うん、繊細さんな人なんですよ、うん、もう生きづらい、生きづらい、辛い、生きづらくてしょうがない、うん、それ、まあ、なんか心の持ちようってことですよね、立ち直ったのが。で立ち、うん、で先週、うん、このエニアグラムの気づきをちょっと、このエニアグラムのこのバイブル、うんうん、エニアグラムのエニアグラム、はい、ドン・リチャード・リソさん、うん、ダス・ハドソンさんで、はい、高岡よしこさん、ティム・マクリーンさん役の、うん、この本、うん、でその一番初めのところ、大体なんかエニアグラムっていうとタイプ論でしょ、うん、みたいな、うん、あ、9タイプね、うん、じゃあ早く9タイプの言ってよみたいな、うん、本が多い中、うん、結構このエニアグラムの本って、うん、こちらもそうなんですけど、うん、そのタイプに入る前の、うん、どうしてこの人間の心のありようはどうなっているかみたいなのに、うん、結構しっかり解説されてるじゃないですか、うん、で先週やったこの気づきの中で、うん、人が気づいていくときに、うん、まず心の反応が起こり、うん、これに対する否定の反応が起こるみたいな、うん、で僕はあ、これが気づきですねって言った瞬間に、うん、それは気づきではないみたいな、うん、もっとなんていうんだろう、それをもっと気づく自分がいる、うん、でそれに気づいた時に、うん、なぜそのあなたは反応したことを批判しようとしたのか、うん、みたいな目線があるんじゃないかみたいな話をしたじゃないですか、うんうん、要はなんかその繊細、生きづらいってなってる時って、うん、ギューってなってもごめんなさい、ギューとかって分かりづらいですかね、はい、うん、なんかギューってなってませんかと、うん、でなんか、うん、あえて探しに行ってないかと、うん、生きづらい要素、生きづらい要素、うん、まあ、僕がこの二等兵の話を聞いて思ったのは、はい、結局何も解決してないじゃないですか今の僕あ、違う違う、そのはい、本を読んでて生きづらい生きづらいって言われて、はい、俺ってこんなに生きづらくないって思ったところから立ち直ったって、別に何か問題があってその問題が解決したことによって悩みが解決したんじゃなくて、はい、心のありようが変わっただけってことですよね、うん、ってことはそういうもんなんじゃないですか、こう悩む、これ多分タイプ9は嫌いなんですよなんか、うん、ドストライク来るじゃないですかドーンって、はい、一緒に悩もうじゃないですか、うん、はい、でも確かにそうなんです、うん、結局、うん、その時抱えていた問題は何も解決してないです、うんうんうん、だから それを持って辛いって思ってるだけってことですよね、私ってこれだから辛い、はい、私お金がないから辛いみたいな、例えばはいはい、はい、だってお金がなくてもお金がないからといってそんなに生きづらいかってよくよく考えたらそうでもないみたいな、はい、とかなんかそういう心の持ちようで、これだから辛い、これだから辛いっていうのを、辛いをいっぱい握りしめてるのかなっていう、そういうと終わっちゃうはい、はい、で要は、うん、あの先週やった、はい、でその気づきのエクササイズみたいなのを紹介したんですね、うん、要は気づくためには、うん、まあ、時計を使って、まあ、例えば5分なら5分、うん、集中して、うん、自分がどうここにあるのかを体験しましょう、はい、みたいなのをちょっと先週の動画を見ていただくと、うんうん、あのこのエクササイズの話もしてるんですけど、はい、これをやってみようと思ってやってみた、うんうん、俗に言う、うん、違うって言うとすみません、いや瞑想ですねと、うんうん、で感じてみようと試みたんですけど、うん、やっぱり苦手なんです、ね、うん、できない、なんかこれやっていくうちに、うん、なんかそのこれが意味があるのかなとか考え出したんですよ、はいはいはい、うん、あれ俺こんなことやってていいんだ、初めはなんか、うん、なんか瞑想やってる俺、うんうん、なんか意識高くていいじゃん、うんうんうん、サラダ食べてる俺みたいな、あ、喫茶店でサラダを食べる俺、うん、あ、なんかサラダを注文するって大人になった気がしません、うんうん、あの
パンとサラダを選べる。はい。わからない。わからない。わからない。なんかファミレスで、うん、いつもは僕はご飯大盛りだったんですよ。うん、はいはいはい。セットなんていらない。うんうん、ご飯ライス大にしてください。それだけでいいです、うんうん。っていう人間だったのに、うん、サラダとパン、あ、もう意識高いね。わかんない。僕はサラダ、子供の時からサラダが好きだったんで、あ、キャベツ、ボールいっぱいキャベツ、キャベツをボールいっぱい食べてたんですか。なるほど。やっぱこれやっぱちょっとデブ、元デブだと、はい、デブだとちょっと話が通じないんですけど、うん、であの、あ、分かる分かるとか思いながら、うん、で瞑想もイコールサラダなんですけど、うん、はい、意識高いことやってるね俺って、そういう満足、そういう満足感、そういう満足感は初め起こってくるんですけど、うん、意味あるかな、あ、これやってて意味ある、うん、本読まなきゃダメじゃん、うん、あなた、うん、動画撮るんでしょとか、うん、そんなことやるんだったらちょっと切り抜き動画作りなさいよ、うんうん、瞑想してる暇があったら、瞑想してる暇があったら、うん、何瞑想してんの、うん、今迷う走るですね今はいはい、はい、すまないすいませんっていうのでやっぱできなかった、うん、っていうのがあって、うん、今日は、うん、なんかなぜこれができなかったのか、うん、っていうことが書いてあるのかなと思い、うんうん、今ここにあることの恐れ、うん、っていうところからちょっとこの本を紹介したいと思います、うん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 、なのでその冒頭に話したこの不安、生きづらさっていうのはなんか僕の中ではギューってなってないっていうのに、なんかその気づける自分もいるんじゃないですかっていう話が結構このエニアグラムをやってると出てくるので、ちょっとその紹介をしたいと思います。